はい、新製品レポート。今回ご紹介する製品はヤマハさんの新リミックス VD シリーズドライバーです。契約プロの声を反映したツアーモデルで、前作からモデル名に採用されている VD は直進ベクトルを意味するベクターと方向を意味するダイレクションを表しており、安定して高い直進性を実現する設計が施されています。また新たなモデル名はそれぞれリミックスシリーズのアルファベットを1文字ずつ冠しています。それでは各モデルの性能を比較しながらしっかりとご説明していきたいと思います。はい、これはまたなんかちょっと僕好物な感じがプンプンしますね。これなんか前作よりも随分シンプルになったよね、うん、そうっすね、デザインはね。なんか前は赤がバーンみたいな感じでしたけど、今回赤控えめな感じで、うん、で全体的になんかこう抑えたデザイン、そうっすね、おしゃれ。いやこれ結構好きなゴルファー多いと思いますけどね、うん、デザインのもうところからもうすでに、ね、まあでも打ってみてどうなってるかっていうところがやっぱりね、そうね、はい。じゃあ今日も翔さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はじめに紹介するのはシリーズの中で一番上級者向けのリミックス VDR ドライバーです。サイズは 445cc と小ぶりなヘッドで、初速とコントロールにこだわったアスリートモデルとなっております。今回試打するのはロフト角 10.5 度、シャフトは天聖プロブルー 1K50g の S フレックスです。吉田君、これ構えた感じは、はい、うん、すごいアスリートだね。すごいアスリートだね。小さいってことでいいですか。小さい小さい、うん、正直当たるかどうか不安なぐらい小さい。そんなに小っちゃいですか。いや、そんなちっちゃい。あのこれロフト 10.5 なんですけど、ロフトはねしっかりあるように見える。あ、そうですか、うん、で構えやすい、あ、かっこいい。大絶賛じゃないですか。いや、かっこいいんだけど、はい、小さいな。昔見た本当の難しいようなクラブの形をしてる、うんうん、あ、じゃあ結構塩さん好みなんじゃない？やばい、好みなんだけど、はい、打ったらやばいかも。あ、ドキドキしてる。ドキドキしてる今から俺正直。シリーズ共通のテクノロジーとしてブルーズアイフェイスが新たに誕生いたしました。これまでのドライバーにおいてたわみやすくボール初速が出やすいのはフェイスセンター。打ち出し角とスピン量が最適になるのはフェースセンターの少し上の部分となっておりました。今作では飛びの3要素として知られるボール初速、打ち出し角、スピン量の3要素が最適化する点を1箇所に揃えることで飛距離性能に優れたヘッドになっております。またフェースの中心部とその周辺部で肉厚を変更することで高初速エリアを拡大し、ミスに強く高打ち出し低スピンが叶うドライバーに仕上がっているそうです。打感がなんかいいですよ。なんかこれ飛びそうよ、うん、なるほど。これ塩さん、ヘッドのポテンシャルちょっとすごそうっすね、うん、いやこれ結構初速出るヘッドじゃないかな、やっぱり。そうだよね、めちゃくちゃ出るんじゃないかな。これシャフトがだって僕にとってはかなり柔らかいシャフトですけど、うん、結構ボールデータ優秀ですよ。もうだって低スピンでボール初速もある程度出てるから。うわ、これすごいな、ちょっと驚き。リミックス VDR ドライバーではソールのフェース寄りに縦方向に動く移動式ウェイトが搭載されています。ウェイトを動かすことで重心距離を変更することができ、自分のスイング特性に合わせて弾道を調整することができます。操作性に非常に優れており、海外ブランドの低スピンモデルと肩を並べるような浅重心の低スピンモデルとなっております。僕、まあ、ものすごい不安だって打つ前に不安だって言ってたじゃないですか。打ち出し角が結構出てて、はいはい、スピン量がまあ
1900ぐらい、うん、悪くない、悪くないですね、うん、確かにそう打てなくない、キャリーで222って結構、うん、っていうか飛ぶ、そうっすね、うん、僕の平均が多分キャリーで210いけばいいかなっていう中では、うんうんうん、優秀ですよね、うん、データもね、ただ多分やっぱアスリートモデルだけあって、うん、一発の飛びはあるかもしれないけど、平均してこれ18ホール打てるかっていうと、それはちょっとなかなか厳しいんじゃないかなっていうクラブではあります。いやこれ僕的にはすごい操作しやすさがありますよ、まあ、やっぱり小ぶりっていうところもあるけれども、なんかねフェードとかドローとかを割とだからフェースコントロールもしやすそう、うんうん、なんか、ま、逆に言うとそのオートマチックになんかバーンって振っていきたいタイプの人にはあんまり合わないかもしれないですけど、なんかインパクトで割とインパクトゾーンでフェースを自分でクローズオープンとかに合わせたい人はもうバッチリじゃないですかね。これ何より打感がめっちゃいいな。これにご紹介するのはリミックス VD-M ドライバーです。 460cc のヘッドで初速と最適な操作性を兼ね備えたスタンダードモデルとなっております。今回試打するのはロフト角 10.5 度、シャフトは三菱ケミカルとヤマハが共同開発したオリジナルシャフト、テンセイ TR フレックス S です。全体的なもちろんあのヘッドの大きさが460と445で全然違うんだけど、はい、R と M で僕はデザインとか見た目の感じはそんなにね大きな違いがないというか、まあもちろんそのちょっとシャローめになってて、はい、あ優しいモデルなんだなっていうイメージはある。ただデザイン的に言うとそんなになんかこう違いは感じないという。うわ、塩さん言ってたみたいにかっこいいっすね、ヘッドの。マジでさっきの R とそんなに構えた印象の違いないっすね。まちょっとこっちの方が大きいけど、うん、大きさ全然気にならない。え、これいい？おー、え、思ったよ、やっぱ曲がんない。リミックス VD-M ドライバーではソールの中央部分に横方向にスライドできる移動式ウェイトが搭載されています。ウェイトの位置を調整することで重心振動を変更することができ、弾道の高さや捕まり度合いを調整できます。先ほどご紹介した VDR ドライバーと同様にこちらもブルーズアイフェースを搭載し、飛距離性能にも優れております。打感はね、僕は正直好みは R ですね。こっちちょっとね、なんて言うんだろう、重くない、うん、いや、うん、そうね、ちょっと軽いな、これインパクトの、うん、R に比べたら相当インパクトのこの打感は僕は軽く感じましたね。だから正直に言うとちょっと物足んないです、僕これ、うん、このインパクト感は R ぐらいこうミシーンって来たいですね。ミシーン感がちょっと物足んないですね。でもそれがゆえにこうなんていうんですかね、安定感はそう、ね、もう R に比べると少々センターオフセンターヒットしてもなんかビクともしない感じはなんか見ててありますよね。ナイスボール、翔さんこれ。まあ R と比べれば、うん、全体的には多分これあのコースに行って使えるクラブ。うん、さっきのやっぱり R は僕がコースに行くと多少ばらけたりとかミスが出るかもしれないけど、こっちは安定して18ホール回れるような、うん、印象。実は今回のリミックス VD シリーズドライバーから新しいスリーブ構造が採用されました。これまでのスリーブはプラスマイナス1度のロフト角の調整が可能でしたが、新しいスリーブではプラスマイナス2度のロフト角の調整が可能になりました。
今回試打している 10.5 度のヘッドであれば 8.5 度から 12.5 度までの調整が可能となっております。この新しいスリーブは従来よりも 2g 軽くなっており、余剰重量をヘッドに最適配分しています。塩さん、今回スリーブも何やら変わったっていうのね。そう、なんかこれ2度ずつ調整できる、プラスマイナス前よりもその幅が広くなった感じ。そうだから、多分コースでちょっと僕がこう打ち出し角が低いなとかっていう時に、こうスリーブで2度調整できるって結構いいよね。そうっすね、ね、まあ、今までが狭かったという見え方もありますけどね、2度ぐらいはちょっとしたいっすよね。確かに、そうね、ゴルファー的にはね。うわー、いや本当安定するこれ本当に。いやマジで曲がりにくさもあるし、いや本当にこれセンターで捉えるっていうのすごい分かる。これまさにブルーズアイ。ブルー。最後にご紹介するのは3モデルの中で最も優しいリミックス VDX ドライバーです。2021年に発表されたリミックス VD59 ドライバーの後継にあたるモデルで、初速と直進性能をコンセプトにしています。左右慣性モーメントの値も前作同様非常に高いモデルで、今作はスライサーからフッカーまで幅広いゴルファーに対応できるモデルに進化しました。今回試打するのはロフト角 10.5 度、シャフトは VDM ドライバーと同じテンセイ TRS フレックスとなっております。これ前作の VD59、はい、もうこれはね、もう本当当時ものすごいこう話題を、まあ、いろんな意味でね話題性があった、まあ、クラブですけどね、 VD59 それのまあ後継にあたる感じ今回の M、いや前作に比べたら、はい、ものすごいやっぱデザインも見た目も普通に近づきました、はい、正直全体にシンプルで良くなっているんだけれども、ちょっとヘッドがないまいち。いや結構塩さんが言うほど僕は悪い顔だとは思ってないですけどね。そんなに悪い顔ですかねこれ。やめてそういう責めるの。いやでもまあいいですよ、安心感あって右行かなさそう、うん、えこれは塩さんもう本当スライスキラーですね。あ本当これマジで右行かないですね。だからといってすごいフックにいってるわけでもないよね、うんうん、いやでも本当安心感ある、右抜けないと思うこれ、うん、いやこれは優しいな。打感は僕の中では、M と同じぐらいの感じですね。ちょっとやっぱり、まあ、僕にとっては物足りないけれども、バーンってこう弾いて勝手に飛んでってくれる感じがありますね。リミックス VDX ドライバーには着脱式のウェイトが搭載されており、ソールの周囲に配置されたウェイトポートに動かして弾道の高さや捕まり度合いを調整します。ウェイトポートはソール上部から左回りにフェードポジション、慣性モーメントマックスポジション、センタードローの4つのポジションから選ぶことができます。自分の持ち球に合わせてカスタムすることが可能となっております。ウェイトを慣性モーメントマックスにした場合、前作と同程度の慣性モーメントの値になります。先ほど紹介した VDR ドライバー同様に、こちらもブルーズアイフェースを搭載し、飛距離性能にも非常に優れております。じゃあセンターで、センターではい打ってみます。うわ、なんかいい感じの音しましたよ。いや、こ
これいいんじゃないの、右からの軽いドロー、すごい、めっちゃいいね。と打ち出し角も 15.3、うん、いいんじゃないですか、15度、ね、あればあれば十分だよね、うんうん、じゃあちょっとフェードもフェードいってみますか。はい、あ、ちゃんと右にやっぱり右に行くなんか振ってて分かる。でも確かに結構ウェイトの位置変えますもんね、仙台市からするとね、うん、やっぱりフェースの多分当たり方にかなり関係してくるんでしょうね、うん、じゃあ次ちょっとドローも行ってみましょうよ。あーでも悪い感じの球じゃないけどちょっと打ち出し下がるのかな。打ちづらい打ちづらい、うん、一番、クラブの動きとして、はい、あの自分に合ってるなっていうのはやっぱりセンター。センターね、うん、どちらかっていうとこうフェードの方はダウンスイングからこうインパクトにかけて若干ヘッドがこう開きながら入ってくるから、僕は気持ちとしてはあのすごい左にこう引っ張れるんで、あの振り抜きやすい感じはする。じゃあセンターかフェードが塩さんの中では好みだ。そう、このドローになってくるとやっぱりちょっとねフェースがこう被ってくるような感じがあって、あ、逆にこう止めちゃう、体が止まっちゃう、うん、だから打ちやすさで言うとセンター。もう完成モーメントマックス、うん、ハイ MOI って書いてるところにねウェイト当ててちょっと打ってみます。楽しみ。これ翔さんすごいこれね、あら、スクエアにしか当たりませんっていう感じ、うん、すごいですねこれ。めちゃくちゃ相当ヘッドの安定感ありますよ。あ、本当、うん、ただね操作はできないだよね。もうあの操作はできないからもうずっとクローズでこう振るみたいなのが好きな人はいいんじゃないかな。でもいますよね、あのヘッドを自分であんまり動かしたくないタイプの人は上級者の中にもいるから、そういう人にはいいのかな。うん、これはもうね、まっすぐしか行かない、まっすぐしか当たりませんってやつやスクエアですいませんっていう。すごいっすね、これもうほんとこれやっぱハイ MOI すごいっすねすごい、もうマットグトゥーのトゥットゥットゥーだわ一新された、洗練されたクラブ、今回いいっすね、ヤマハさん。はい、塩さん、うん、ヤマハの3モデル、はい、ね、はい、いや僕はもう本当にこれもう R、 そうだよね、これね僕あのジュニアからゴルフしてるんですけど、ジュニアゴルファーの時僕ヤマハのドライバー使ってて、ちょっとねそのいい時のヤマハさんのヘッドの雰囲気、うん、めちゃくちゃ感じましたこれ。あ、それはねよくわかるね、うん、ものすごいこう日本の工業製品、うん、美しい工業製品っていう、そうですね、ね、うん、そんな感じ。もう今回は本当にね、あのデザインがものすごい洗練された。いやですよね、うん、だからなんかこう余計なものっていうとちょっと言葉が違うけど、本当そういうのが一切なくなったっていうか、うん、もう僕大好きですこのヘッドの構えた感じもいいし、あと何より打感が結構この R だけちょっと違って感じました。そこの M と X は少しなんだろう、あっさりしてるっていうか、まあ、いい意味で言うと弾く感じが強いんですけど、うんうん、R は割とボールをしっかり潰してなんかコントロール性に長けた感じが印象としてはありましたね、うんうん、確かにあのその R は、まあ、僕はちょっと扱いづらいんだけど、もう完全アスリートモデル、うん、まあ、プロモデルって言ったらいいのか、いいですね、それぐらい、うん、あの洗練されたクラブ、うん、で、まあ、このね、M と X は、はい、そういった意味ではだいぶこう優しいイメージは持てるクラブかな、うん、そうですね、で、まあ、多分これがこの M が、はい、僕的には一番こう操作性もしやすいし、うん、構えた感じのこう見え方もすごい良かった、はい、でも X も塩さん結構なしじゃないんじゃないですか。あの見た目のちょっとやっぱりね好みはあれど、ボールデータだけ見たら
何にも悪い感じなかったですよ。こうちょっとこう左に低くキュンっていっちゃうっていう、それはそういうイメージが出ちゃって、確かに確かにちょっと厳しいかな。でも X はだからもう後ろのウェイト変えてもやっぱり打ち出し方向が右に抜けないっていうのはあったんですけど、うんうん、結構僕はあの完成モーメントマックスのあの、うん、ね、ね、あそこの位置はびっくりしました。マジでヘッドのこのなんかぐらつかない感じ超感じました、うんうん、だやっぱり、まあ、あのヘッドスピード僕の40前後ぐらいのスライサーの人には、うん、多分相当いい武器になるんじゃないかな。いや、いいと思うマジで、ね、右消えると思う、ね、うんうん、2人に新リミックス VD シリーズのドライバー3機種を打っていただきました。それぞれモデルに特徴がしっかり分かれておりました。また購入時の注意点として、新しいスリーブに切り替わっております。過去のモデルスリーブがついたシャフトは今回のヘッドに組み合わせることができなくなっておりますので、ヤマハ同士での買い替えを検討されている方はご注意ください。